はい、どうもこんにちは、予備こと伊藤です。今日はですね、題名のないトークということで、スタンド FM を使ってお話ししていこうと思います。オンラインお茶会っていうのをね、実は今日開催して、今自分でやってるコミュニティがあるんですけど、そこで募集をかけてね、オンラインでお茶会しませんかと、募集をかけたところ、何人かね興味を示してくれる方がいて、前もって決めてた予定ではないんですけど、突発でもね、やってみたいと興味を持ってくれた方がいたんで、実際ねそういったオンライン飲み会をしたんですけど、今日はねそういったオンライン飲み会について少しお話ししようと思います。実際ね今こんなご時世、今で言うとコロナとかね、ある中でみんな自粛して外に出なかったりとか、あとは在宅で仕事しましょうとか、そういった流れになってると思うんですけど、その中でね人と人とのつながりであったり、ご飯を食べに行ったりっていう機会もなかなか少なくなってきてると思うんですよね。そんな中でねオンラインでつながって、お茶会しましょうとか、あとは飲み会しましょうとか、食事会しましょうという形で、定期的にはやってるんですけど、これまたね実は結構大変というか、人が集まればね結構オンラインで大変なところがあって、一回そのオンライン飲み会を開催した時に、何回か開催してるんですけど、一回大きかったのが、30人ぐらい集まったんですね。30人のオンライン飲み会、どういった形かっていうと、もちろんオンラインなんで、皆さん、スマホとかノートパソコンとか、パソコンの前に、カメラを設置してね、で顔を見合わせながら飲んだりとか、喋ったりするわけなんですけど、もうねこの30人いるとね、ほんと収拾がつかない、マジで収拾がつかない。どこがこう問題かっていうと、リアルな飲み会とかお茶会とか、食事会もそうなんですけど、例えば、4人いる場合、4人参加者がいる場合って、2対2で話す場合ってあるじゃないですか。1対1で話してて、残りの2人が1対1で話すと、そうすれば場もね、持ったりとか違う会話とかいろいろ枝分かれしていったりとか、するんですけど、実際ねこのオンライン飲み会の、いいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、誰かが発言すると、収拾がつかないと、結構ね黙ってる人とか発言しない人っていうのも出てくるんですね。これなぜかっていうと、どうしてもね音声を拾って、音声が出てる人って一人だけなんで、どうしても1対その他全員っていう会話になりがちなんですね。もちろんこれは仕方ないんですけど、これでね30人も集まればね、さすがにやっぱ収集もつかないということで、ちょっとそれはやりすぎたなっていう感があるんですけど、やっぱもともとはね誰かが喋ってそれに対してレスをするとか、そういった使い方が本来の使い方だと思うんで、これは致し方ない部分があるんですけど、30人ね、本当もう状態はカオスでした。誰かが喋って、誰かが喋らない。でもちろん結構緩い感じで募集したんでね、募集して企画して開催したんで、実際に何かの作業をしながら参加してる人とか、ブログの記事を書きながら参加してる人もいれば、あとは、スマホゲームをしながら参加してる人とか、結構ね自由な感じで、リアルの飲み会とはねちょっと違う感じで開催してるんで、もちろんそれはそれでいいんですけど、結構人数もやっぱ多くなると厳しくなるのかなといった、反省があります。で今回ね集まってくれたのが、突発やりましょうって言って1時間後ぐらい集まってくれたのが4人で開催したんですけど、本当は 4、5 人ぐらいがちょうどいいのかなっていう気もしますね。特に初めてとかそんなに面識があまりない人であれば、話したいこともやっぱたくさんあったりとか聞きたいこともありますし、そうなるとねカラオケじゃないけど、一人の持ち時間的なところを配分するとね、それぐらいがちょうどいいのじゃないかなというふうに思います。ただね、このオンラインお茶会、もしくはオンライン飲み会、食事会っていうのはね、定期的に開催していこうと
思ってますんで、もし興味がある人は、私のね、コミュニティに、参加していただいて、まあ参加ね、無料でできますんで、で、費用なんかもかかりませんので、まあ参加していただいて、一緒に楽しめればなと思います。ということでね、今日は、自分のコミュニティでの、初のオンラインお茶会の開催でした。また明日もね、実は予定されてて、どういった形になるかと、また今日とは違ったメンバーでが参加してくれるんで、どういった形になるかわからないですけど、まあ非常に楽しみでしております。ということでね、まあ今なかなかね外に出れなかったりとか、外食を控えましょうというような雰囲気というか風潮にねなっているんで、まあこういったねオンライン飲み会というのも開催してみてもいいんじゃないでしょうか。それではまたお会いしましょう。さようなら。